はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はタンパベイレイズの新しい取り組みについて話していきたいなと思っています。このサマーキャンプの期間中、レイズは紅白戦であることを試していまして、それが外野手2人シフトなんですね。当たり前ですけど、野球では外野手は通常3人、それをレイズは2人に減らして、削った1人の外野手を内野に持ってきて、内野5人外野2人のシフトを挑戦しようとしているんですね。また随分と思い切ったことに出たなぁと思いましたけれども、日本でも全く例がないわけではなくて、例えば広島のブラウン監督は以前ブラウンシフトというものをやっていましたし、また5、6年前には巨人の原監督が阪神戦で外野2人シフトに出たこともありましたので、全くありえない策ではなかったんですが、ただ普通は取られない策ではありますので、まさか本気でこれをやるチームが出てくるとは正直思っていなかったですね。ただレイズのケビン・キャッシュ監督も外野手2人シフトについてはかなり前向きに捉えているようでして、紅白戦の期間中でも外野手2人でどの程度の守備範囲をカバーできるかなど入念なチェックも行っていたようですので、今シーズン使う場面があればレイズが外野手2人シフトに出る可能性っていうのは非常に高いと思いますね。レイズは何かと新しい取り組みで球界を驚かせるということが多いチームですけれども、2年前2018年にはリリーフピッチャーを先発させるオープナーを流行らせたこともありましたし、今回の外野手2人シフトについてももしかしたら球界の新しいトレンドになるかもしれませんね。ということで今回はそんなレイズの外野手2人シフトについていろいろと話していければなと思っています。はい、まず今回レイズが外野手2人シフトに踏み切った理由としては、パドレスからマニュエル・マーゴを獲得したのが非常に大きな影響を与えているんじゃないのかなと思いますね。マーゴはこのシーズン中にエミリオ・パガンらのトレードでパドレスから獲得した外野手なんですけれども、非常に守備範囲が広い選手なんですね。選手の守備範囲を測る指標としてアウト・アボブ・アベレージという指標があるんですけれども、これはスタッドキャストの補給確率に基づいてどれだけ難しいキャッチを決めてきたかを、まあ、積み上げて結果としてどれだけより多くのアウトを稼げたかという指標になるんですけれども、マーゴはこの指標で昨年プラス10と MLB の外野手の中で7位の成績を残したんですね。そしてレイズには外野の名手であるケビン・キアマイヤーが在籍していまして、このキアマイヤーは昨年 OAA でプラス17と MLB の全外野手の中で2位の成績を残した非常に守備範囲の広い選手なんですけれども、まあ、そのキアマイヤーと今回獲得したマーゴを組み合わせれば確かに外野の相当な範囲をカバーできると思われるんですね。もしかしたら外野2人シフトというところも考えてのマーゴ獲得だったのかもしれませんね。ただマーゴの打力に関しては少々不安がありますので、なかなかキアマイヤーとマーゴが常に同じタイミングで試合に出ているとは限らないとは思うんですが、ただレイズはこの辺も抜かりなくてですね、別のトレードでパドレスから獲得したハンター・レンフローも両翼の選手ではあるんですが、なかなか守備範囲の広い選手でもありますので、もしかしたらキアマイヤーとレンフローという組み合わせでの外野2人シフトというところも考えているかもしれませんね。いずれにしてもオフシーズン中に獲得した選手、特にマーゴが今回の外野手2人シフト導入に大きく影響していると思いますね。では実際キアマイヤーとマーゴどの程度の守備範囲をカバーできているのか表したものがこちらの2枚の画像になります。左がキアマイヤー、そして右がマーゴでして、いずれも昨年アウトにした打球をプロットしたものになりますね。で、注意していただきたいのはこちらの球場の図がレイズの本拠地であるトロピカーナフィールドをベースに作られていますので、まあ、ちょっとフェンスの向こう側にプロットされていることもあるんですけれども、ただ見てわかる通りキアマイヤーにしてもマーゴにしてもかなり広い範囲をカバーできていることがわかりますよね。特にキアマイヤーですよね。本当に左中間も右中間もまんべんなくアウトにできていますし、マーゴについてもキアマイヤーほど守備範囲は広くなさそうですが、ただこちらも左中間方向、右中間方向しっかりアウトにできている印象ですよね。おそらく外野手2人シフトの際には通常のセンターのポジションよりもそれぞれ左中間寄りと右中間寄りに守ることになると思いますが、昨年と同等の守備範囲であれば2人で十分外野全体をカバーすることは確かに可能かもしれませんね。では続いてレイズはどんな場面でこの外野手2人シフトを敷いてくるかというところですね。まあ、なんといっても外野手を1人削って5人目の内野手を配置するわけですから、やっぱり何としても内野ゴロが欲しい場面でこのシフトを使ってくると思われますね。内野を抜けたらさよならの場面はもちろんのことですけれども、例えばゲッツーが欲しい場面など、まあ、そういった場面でも
もしかしたらこの外野手5人シフトを敷いてくる可能性は十分あると思いますね。とにかくゴロが欲しい場面での運用がメインになると思われますね。でそのためにはやっぱりゴロを打たせるのが上手いピッチャーか、あるいは相手バッターが比較的ゴロの多い選手の場合にこのシフトを使う必要があると考えますね。昨年のレイズで言えば比較的ゴロ率の高いピッチャーというのはリリーフ陣であればディエゴ・カスティーヨですとかオリバー・ドレイク、そして先発陣ではタイラー・グラスナー、そしてチャーリー・モートンなど、まあ、この辺のピッチャーは比較的ゴロが多いピッチャーですので、こういったピッチャーの時にはもしかしたらこの外野手2人シフトというのは見られるかもしれませんね。ただ個人的に気になっているのは5人目の内野手に誰を据えるかというところですね。レイズの今季の外野陣はおそらく両翼は逆になる可能性はあると思うんですが、オースティン・メドーズ、ケビン・キアマイヤー、そしてハンター・レンフローの3人だと思われるんですけれども、まあ、メドーズに関してはコロナ陽性反応が出てしまいましたので、おそらく開幕には間に合わないということで、その間の穴埋めとして筒香選手、マーゴー、それからブランドン・ローが入る可能性が高いと思われるんですけれども、このシフトを敷く際に外野から内野に移る選手は当然内野手としての動きが求められるわけですよね。ゴロの取り方、送球の仕方など外野と内野ではどうしても動きが違う部分が出てきますので、なかなか外野しか経験してない選手に内野手のような役割を求めるのはそう簡単にはいかないと思うんですね。で実際今年のレイズの外野陣であるレンフローやメドーズに関してはプロ入り後外野のプレーの経験しかありませんので、果たして内野手のような動きがどれほどできるのかっていうところがちょっと疑問ではありますね。そういったところで、まあ、これは個人的に思ったことに過ぎないんですけれども、筒香選手の内野経験っていうのはもしかしたら生きてくるんじゃないのかなと思いましたね。昨年は夏場にサードを守っていた時期もありましたし、まあ、決してこう突出してうまいという印象はないですけれども、サード守備も割と無難にこなしていたイメージがありますので、このシフトの5人目の内野手にうまくフィットするんじゃないのかなと思いましたね。まあ、もちろん外野でブランドン・ローが出場してたらそっちが優先されるとは思うんですけれども、もし筒香選手がその日外野で出場していてシフトを敷くとなれば、筒香選手の内野経験というのは生きてくるんじゃないのかなと思いました。いずれにしてもレイズがこのシフトを敷く際の5人目の内野手に関してどのような回答を用意しているのか気になるポイントですね。ということで、ここまでレイズが外野手2人シフトに挑戦している背景、そしてその思惑について話してきましたけれども、どうもですねレイズ以外にもエンジェルスも紅白戦などでこの外野手2人シフトを試しているみたいですね。ただこの外野手2人シフトに関してはオープナーのように球界全体のトレンドになるかと言われるとちょっと微妙だなと思っていまして、やはり外野手2人シフトを敷くためには守備範囲の広い外野手を最低でも2人用意する必要がありますので、なかなか全球団そういったことができるかと言われると、まあ、難しいのかなと思いますね。なのでこのレイズの外野手2人シフト、非常にうまくいけば他のチームが真似しにくい分、レイズは戦略的に優位な立場に立てる可能性がありますね。実際にこの外野手2人シフトがどれほど効果があるかはシーズン始まってみて試合で試してみないとわからない部分非常に多いとは思うんですけれども、仮にこれがうまくはまれば今後野球のシフトというのは外野手を含めてかなり大掛かりなものに変容していく可能性を秘めていると思いますので、果たしてどの程度の効果が出るか非常に注目して見ていきたいですね。最近はどのチームも当たり前のように守備シフトを敷いていますけれども、このレイズの新しい取り組みが守備シフトに改革をもたらすのか今シーズンの動向が気になりますね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。